皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。FC 東京は28日、MF 安西相馬の負傷を報告した。安西は24日に行われた明治安田 J1 リーグ第28節京都参が FC。戦に後半から途中出場したものの、50分過ぎの頭部への接触プレーにより負傷交代を余儀なくされていた。発表によると、左前棒出血、左眼下庭骨折、 尾骨骨折ととと診断されたとのこ全地は後日実施される手術後の診察を受けてからと併せて伝えている2002年9月29日生まれの安西は現在21歳青森山田高校から早稲田大学に進学すると内定を1年前倒して2024シーズンに入団 ここまで J1 リーグで24試合に出場し、2得点2アシストを記録するなど、主力として活躍していた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。